んにちは。企業塾ホリスティックマジックを主催している中島智美です。今日は皆さんが YouTube チャンネルを作った、そしてその YouTube チャンネルをパソコンで見た時に、このヘッダー画像の中に、ここですね、ヘッダー画像の中に Facebook のリンクや Instagram やご自分のブログやサイトに飛ぶリンクを付ける方法をご紹介したいと思います。それではこちらの動画をご覧ください。YouTube ログインした状態で自分のこの YouTube のホームを開くと、ここにチャンネルをカスタマイズっていうところがあると思うので、ここを押してもらうと概要っていうのがあるんですね。でこの概要を開くと、ページ自体に各動画の概要ではなくって、 YouTube のページのトップに出てくるこの概要の文章を記載できる欄があって、その下に SNS のリンク、ここね、はい、リンクを付け足すところがあります。ここポチッと押してもらえると編集できるので、やってみてください。以上がパソコンで YouTube を見た時にヘッダー画像部分に様々なサイトのリンクが貼れるというやり方を今日はご紹介させていただきました。今日の動画が面白い、役に立ったと思っていただけましたら、ぜひグッド、いいねの評価と私の YouTube チャンネル登録の方をお待ちしています。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。